こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。米韓会談で中国批判を拒否して破談になり、中国チーム入りが決定的になり、米国から完全に見限られた韓国ですが、米国のバッシングがシャレになってないようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。米国は中国牽制を安全保障政策の重要問題としているが、韓国側と会う時だけは中国に関する言及は控えているようだ。実際にロンドンで行われた G7 先進7カ国外相会議の際に、韓米外相会談と韓米日外相会議が相次いで開催されたが、いずれも中国問題は議題にならなかった。今回の G7 会合期間中、米国のブリンケン国務長官が主要国の外相と会談するたびに中国を大きく取り上げたこととは対照的だった。米国は反中政策に拒否感を示す韓国に期待しなくなったのではとの懸念の声まで出ている。韓米日外相会議とは対照的に、米日外相会談では中国問題が大きく取り上げられた。会談直後に日本の外務省は、両長官は東シナ海と南シナ海における中国の一方的な現状変更の試みに強く反対した、台湾海峡の平和と安定が重要という点、さらに新疆ウイグル自治区の人権問題に対する深刻な懸念を共有したと説明した。韓米日外相会議で中国問題が取り上げられなかったのは韓国が理由だったと十分推測できる内容だった。中国への圧力を最大限強めたとされる今回の G7 外相会合後の共同声明も、その内容は米国が中心となって取りまとめられたようだ。声明は東シナ海と南シナ海の周辺情勢に深い懸念を示し、台湾海峡の平和と安定の重要性も取り上げられた。とりわけ世界保健機関 WHO や世界保健総会 WHA の台湾の意味ある参加を支持するとの内容には、中国が激しく反発するものと予想される。米国は自分たちが最も関心を持つ中国牽制問題を先進国の親睦グループともいえる G7 で積極的に取り上げたが、その一方で安全保障面での協力がテーマの韓米日外相会議で大きく取り上げなかったのは異例だ。韓国外交部の関係者は、今回の韓米日外相会議にはさほど多くの時間を取ることができず、最近再検討を終えたバイデン政権による対北朝鮮政策の内容を共有することが重点的に行われたとコメントした。中国問題は限定された時間の中で議題としての優先順位が低かったに過ぎず、意図して取り上げなかったわけではないという趣旨の説明だ。しかしこのような説明には説得力がない。今年3月に米国のブリンケン国務長官とオースティン国防長官が日本と韓国を相次いで訪問し、その際に行われた外相・国防相会議2+2でも同じような現象が起こった。当時米日2+2会議後の共同声明には、従来の国際秩序に合わない中国の行動は米日同盟及び国際社会に対して政治、経済、軍事、技術面での課題を投げかけているとの文言が入ったが、これを含めて中国という言葉は3回も登場した。これに対して韓米2+2会議後の共同声明には中国という言葉そのものが登場しなかった。これは中国問題について一致した立場を表明できなかったことを示すもので、このような流れが韓米日外相会議にまで続いた可能性が高そうだ。それではネットの反応です。全世界から阻害されるムンジェインの能力、話す時間が無駄ということだ。韓国パッシングが可視化された事例がワクチン確保戦争だと思う。韓国よりもはるかに経済力で遅れを取っている国も難なくワクチンを確保している。それに比べて韓国は何なんだ。
中国を牽制して立ち向かわなければならない。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。